ちは、ことのあきこです。さあ、何の音かわかりますか？じゃーん、そうです、レジ袋です。今日はこのレジ袋について少しお話しします。7月1日からこのレジ袋、全国で有料化が始まりました。7月1日から全国でレジ袋の有料化が始まりました。有料化、これはこれからはお金がかかりますよという意味です。スーパーやコンビニでレジ袋が欲しかったらお金を払わなければいけないということです。そこで活躍するものがありますね。そうです、マイバッグです。マイバッグ、マイ、私のバッグ、カバンですね。今いろいろなところでマイバッグが売られています。100円ショップなどでもたくさん可愛いデザインのマイバッグが売られていますね。今日は実際にコンビニやスーパーでどう行ったらいいか紹介します。お客様、袋は有料になりますがマイバッグはお持ちですか？お客様、袋は有料になりますがマイバッグはお持ちですか？お客様、袋は有料になりますが袋にお入れしますか？お客様、袋は有料になりますが袋にお入れしますか？お店の人がこう聞いてきたら皆さんはぜひこう答えてください。袋結構です、マイバッグ持っています。あ、袋は結構です、マイバッグ持っています。袋大丈夫です、これに入れます。もちろんこれでも大丈夫です。あ、大丈夫です、これに入れます。あ、大丈夫です、これに入れます。はい、以上になります。このレジ袋、1枚たった3円です。でも、この3円、とっても大きな3円です。毎日使うと、10日で30円。100日で300円です。それに、私たち一人一人が、このプラスチック袋、レジ袋を使うのをやめて自分のマイバッグを持っていけば環境にとてもいいですね。ぜひお気に入りのマイバッグを見つけて使ってみてください。今日のビデオはここまでです。もし何か質問やリクエストがあったらどんどんコメントに残してください。私たちが答えられるかもしれません。それでは今日は見てくれてどうもありがとうございました。また会えるのを楽しみにしています。またねー。ことはオンラインでも授業をすることができます。オンラインでも一緒に日本語を練習しましょう。ぜひチェックしてみてください。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.